本校では難治性感染性歯周炎の診断と治療について解説いたします。この難治性疼痛の原因としましては、根管治療の最中にファイルを挿入することにより、根線孔から侵入してきた肉毛に接触することによって激痛が生じます。5番また6番の近親根に関してマイクロスコープでは肉毛が観察されます。水酸カルシウム製剤で充填をしてまいります。充填に際し確実に圧接してまいります。髄小底は比較的距離が近いために確実に照射をすることが可能となります。このスライドに示しますように、線孔部分に関しての封鎖方法に関して生体親和性のある材料を用いることが重要です。